さて、今日は卑怯、少しいいかい。はい、兄様。光秀殿、そのお荷物は？君に、伊賀から贈り物だよ。え、伊賀から？そうだよ、よかったね。このところ緊急の任もない。故郷からの品をゆっくり楽しむといい。はい、ありがとうございます。嬉しいな、早速開けてみよう。わあ、すごい、美しい反物がたくさん。あ、長老からの文だ。蛍よ、お主は信長様のもとでしっかりと働いているようじゃな。近頃の安土の動きは桃地からすべて聞いておるぞ。我ら伊賀に疑いがかけられたことも、その疑いが晴らされ伊賀攻めが回避されたことも、これらの品は伊賀と安土が戦にならずに済んだことの祝いじゃ。受け取るがいい。里の者は皆元気にしておる。お主も体に気をつけ、これからも伊賀忍者の名に恥じぬよう任を立派にこなすのだぞ。長老、故郷か、懐かしいな。期待に応えるためにもこれからも頑張ろう。そうだ、長老の文には祝いの品とあった。信長様にもお渡しに行こう。信長様はこちらにいらしていると聞いたけれど、あれは信長様と信行様、お二人で何を。様子を伺ってみよう。ではそろそろおいとましてもよろしいでしょうか。ああ、信行。何です？貴様の見舞い嬉しく思った。礼を言う。信行、目の前の景色を見てみろ。広く澄み渡った湖面を。ないでいますね。ああ、心配なさらずとも、もう風など吹いていません。そうか。さて、僕はもう行きます。ああ、ではな。信長様と信行様、以前よりずっと穏やかな雰囲気だ。よかったな。信長様。卑怯か。お出かけのところ申し訳ありません。店主に伺ったらこちらだとお聞きしましたので、ご迷惑かとも思ったのですが、どうしてもこれをお渡ししてお礼を申し上げたかったのです。おう、反物か。はい、先ほど伊賀から届きました。伊賀と安土の戦が避けられた祝いの品だそうです。伊賀攻めを止めてくださったこと、本当にありがとうございました。この品を持ちまして、今後伊賀が安土に危害を及ばさないことをお約束いたします。上等なものではございませんが、よろしければお受け取りください。質など問わん。伊賀の思いありがたく受け取ろう。そしてお前の故郷に案ずるなと伝えておけ。安土の盾がここにいる限り、安土と伊賀は戦になることはないと約束する。信長様、ありがとうございます。礼などいらんわ。それはそうと、信行様とは何のお話を。最後の挨拶だ。あやつは明朝には安土を立つからな。え、
見舞いに来た時の様子からもう範囲はないものとみなした。尾張に屋敷を建てそこに住まわせる予定だ。そうだったのですか。あやつは静かに暮らすと言っていた。そしてもう安土には来ないと。だから先ほど交わしたのが最後の挨拶だ。寂しくなりますね。信行がこの空の下無事に生きているならそれだけでよい。あやつは十分苦しんだ。今はもう兄のそばを離れ自由になればいい。信長様。ああ、そういえば信行のやつにお前との仲を冷やかされたぞ。毒で倒れた時お前が朝まで付き添っていただろう。あれを誰か覗いた者がいたらしい。そのせいで城内では余とお前の中に関する噂が蔓延しているとか。忍びと恋仲とはさすがは兄上だとか皮肉たっぷりに言われたな。そのような噂が流れては困ります。人目が気になっては信長様の護衛に努めにくくなるではないですか。うん、確かにな。息抜きの相手にもさせにくくなる。面倒だなあ桔梗。いっそこの際縁組をしてしまうか。引き返すほどでもあるまい。余と添い遂げぬかと聞いたんだ。形にこだわりはしないが従者ではなく妻の方がいろいろと都合がいい。何をそのような辛い口ぶりで。いや待って。傷一つつけたくもないし苦しみ悩ませたくもないくらいの愛しい相手。そんなところかな。光秀殿どころかこの俺にだって分かっております。信長様のあなたを見る時の眼差しは間違いなく本物。信長様の言っていること皆の言う通り戯れではなかったら。私を愛しく思っているかどうかなど一歩間違えれば無礼すぎる質問だ。聞きそびれていたけれど、まさかまさか信長様は。まったく仕方のないやつだ。わざわざ聞くことでもないと思うが。ホタル、余はお前が可愛い。ずっとそばに置いておきたいほどに。この魔王が理屈に合わぬ行動を取るのは全てお前のためだけだ。とっくに気づいているものと思ったが、お前は鈍いな。そんなお前でも分かるように印を授けてやった。口づけで愛している。とさてお前の求める答えになったか。
何を今さら照れる必要がある。ずっとそばにいたい、お前とてそう言った。余はその思いを返しただけだ。つい本音が出たのだろう。そう恥じらうお前を見ているというのもなかなか面白くはあるがな。残念だな、蛍。世から愛の言葉を引き出した罪は重いぞ。求婚の返答を得るまでは決して自供を許されることはないと思え。さあ蛍、お前が世をどれほど愛しく思い、どれほど慕っているか、その恋心を余すところなく伝えてもらうぞ。今度はお前の唇でな。早く信長様に報告せねば。信長様、夜分遅くに申し訳ありません。いや、よい。用向きは？先ほど天守の外にて信長様のお命を狙おうとした癖者を捕らえました。そうか、ご苦労。はい、要件は以上ですのでこれで失礼を。光秀殿にも警護の強化をお願いしてまいります。蛍、待て。はい、何でしょうか。お前、よもや一月前のことを忘れているわけではあるまいな。世はお前に妻にならぬかと口説いたと思うが、なぜそ知らぬ顔で任を続けている。ですが、私ははっきり申し上げたはずです。信長様をお慕いしてはおりますが、妻になるわけには参りません。私は信長様のおそばで天下太平の世を見届けたいのです。信長様の危険に際して自分だけ安全な地に送られるなど二度と嫌です。ならば忍びとしてお役に立てる立場のままである方が良いに決まっています。まったく、お前も難儀な道を選ぶものだ。半身か。信長様。いや蛍、もういい。お前の好きにしろ。ただし分かっておろうな、世と共に戦う道を選ぶのならばこの道の先は地獄だ。絶えず世は誰ぞに命を狙われ、安寧などは訪れない。それでも引き下がらぬ覚悟を持った者でなければ思いを貫くことはできぬぞ。信長様、お言葉ですが覚悟などとっくにできております。ほう、言ったな。もちろんです。私は忍びです。信長様の行くところどこにでもお供いたしましょう。そうか、ではせっかく来たんだ、今宵はここにとどまれ。二の丸には帰るな。え？えではなかろう。どこにでも友をする、そう言ったばかりだが。ですがそろそろ帰らないと、お糸さんが心配します。よとぎだとでも言っておけ。それは少し。ほら見ろ、面倒だ。やはり形だけでも妻にすべきではないか。月目に差し掛かる頃、さすがに信長様は終始不機嫌でしたね。当たり前だろう。世は待つのが嫌いだ。その世にここまで忍耐を強いたのはお前くらいのものよ。
それは申し訳なく思っていますが、忍び働きは続けられるけれど、表向きには天下人の妻という立場、さすがに大それている、繊細が明智の姫でいいのかも判断しかねるし。おい、桔梗、見ろ。わっ、信長様、お姫様、待ってたんだよ。あの子は元気にしていたようだな。呪いの贈り物とは気が利くな。褒めて使わす。褒められた。お母さん、信長様が褒めてくれたよ。素敵なお祝いですね。ああ、蛍。はい。妻になるからといって難しく考えるな。お前はそのままの蛍のままでいろ。子供のような心で世を信じついてくればいい。はい、承知しております。そう、結局は信長様がそのままでいろと私に望んでくださった。その言葉があったから私は信長様と直に祝言をあげる。信長様、よろしければまた海の外の話をしてはいただけませんか。ほう、お前も世界を望むか。よいぞ、とくと話してやろう。海の向こうには果てしなく広がる大陸があるという。そして世界には我らが想像もできぬような面白きものがたくさんある。また世界は大きく面白い。世はそれを、その先をお前と共に見たい。この険しく長い道のりを共に歩めるのはただ一人、お前だけだ。世はお前しか望まぬ。空を駆けるほど軽やかで、魔王の心を支えるほど気丈な変わり者の姫。できることならその羽を傷つけたくない。守ってやりたいと思いはしたが、お前は自ら軽々と世のそばへと降り立つ。そんなお前を愛しく思う。何者にも変えることはできないほど、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび生を得て滅せぬもののあるべきか。お前はこの大事な一生の中でただ一人見つけた世の花、世にとって唯一無二の存在、決して欠けてはならぬもの。蛍、お前こそが世の半身だ。もはや手放す気はない。いついつまでも共に欠けてゆこう。この命の続く限り、この夢の先まで。良い風が吹いてきたな。はい、下天の花夢明かり、織田信長ルートが終わりました。いかがでしたでしょうか。懐かしいね、この感じ。私はやっぱり信長様にやられてしまいました。かっこいい、男らしい、迷いがないよね、信長様ってね。ついていきますって感じ。主人公の蛍ちゃんも私的にはすごく好感度高くって、
主人公って大体いい子なんですけど、それに加えて優秀だからね。本当このゲーム大好きです。月天の花は攻略キャラが9人もいるんですけど、ぜひ全員攻略したいです。とりあえず次回は次の違うゲームをやって、ちょっと時間空いてからまた戻ってこようかなと思ってます。順番は前回無印と同じ順番にしようかなと思ってるので、光秀お兄ちゃんかな。はい、お待ちいただけると嬉しいです。では今回はこの辺りで終わります。次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。